僕が恋をしたのは携帯を持たない人だった。奇跡のようなこんにちは。こんにちは。会えたりできますか？また何もなければ来週も同じくらいの時間にあのお店にいます。もしもし、聞こえますか？面白いかもな、時代に逆らったアナログな付き合い方。今夜も本当に楽しかった。幸せになりな。結婚したいと思ってる。来週みゆきさんにちゃんとお話ししたいことがあります。私もお話ししたいことがあります。なのに彼女は突然姿を消した。ただその手を握っていたい。そして君と生きていきたい。くそだろ。あんな水嶋さんの顔見てたらいても立ってもいられませんでした。お前さ、彼女の何を知ってる？約束してほしいの、忘れるって。時を経て明かされる真実とは。どんなみゆきさんでもみゆきさんに会いたいんです。君だけ。アナログ。